まもなく朝の5時30分を迎えようという阪急塚口駅の南口であります。夜ではなく夜明け前なんですけれども、まあ、日中になるとこの日多くの人、車、そしてバスで行き交うというこの南口なんですけれども、まあ、日中に尼崎を歩くことが多かったんですけれども、こうやって夜明け前に歩く尼崎は初めてになります。ご覧のような静けさを持っている塚口駅、まあ、朝ラッシュ前の静けさといった感じなんですけれども、この塚口駅南口、歩道橋のところに明かりがついていて、そして塚口333、1番館と2番館、そしてそこらの商業施設とマンションが向かって西側となります。今回は西側、そこらを右、そして正面に見ながら進んでいきながら、阪急塚口駅前交差点へ向かいます。歩道橋の下にはメガネ店があり、そして宝くじ売り場があって、不動産店などがそこらにあります。2階には広場のある阪急塚口駅前交差点を過ぎてきました。そこから左、東寄りに行くと JR 塚口駅方面なんですが、今回はそこは行かずに南の方へと直進してきます。上に電灯がついているゲート型の通り、こちらがピッコロ通りになっていて、今は南塚口町2丁目を歩いていることになります。その先を左斜めに曲がっていって、信号があるんですが、そこを越えて少し行くとまた右へと曲がってきます。ここで南塚口町2丁目交差点に差し掛かってきて、カーウォッシングというところがあるんですが、交差点を過ぎてきて再び南下、この辺りは電灯がついている住宅地の中を進んできます。南塚口町は2丁目から5丁目、そうすると左手に郵便局が見えてきて、こちらが尼崎北郵便局になります。そしてマンションを右に見ながら南へ進んでいき、左手の方に天晴さん保育園が見えてきて、住宅地を進んでくると大きな通りへと出てきます。すなわち山間通りが近づいてきているということですね。住宅地を南の方に進んでいたんですが、ここで左の方へと曲がり、山間通りへと出てきました。自転車線にネットカフェ、飲食店が立ち並ぶ一角になっているんですが、自動車の方はその先、まあ、東寄りに進んでいくと少し上って下る形になるんですね。この辺りは東行き方面が上っていて、西行き方面は平坦なんですが、歩道も同じような形なんですね。ここで阪神浄水所西の交差点を渡って信号を渡ってきました。北東側にはロイヤルホームセンターがあり、そして向かい側にはローソンがあります。まあ、この辺りは道路がないんですけれども、このような形で半 T 型の形の交差点なんですね。そしてローソンを右に過ぎていくと、もう一つ交差点があって、そこで右へ曲がります。信号を過ぎた東側に歩道橋がかかっている阪神浄水所南の交差点、ここは信号を渡らずに右へ曲がり、すぐさま名神高速道路の高架下をくぐってきます。名神高速道路の高架下をくぐって南に進んでいくと、明和橋が見えてきました。その下に九口川がかかっている小さな橋になっていて、橋を渡ってくると西側、右側に明和公園があります。夜明け前ということで全然見えないんですけれども、グラウンドを兼ね備えた、まあ、小さな多目的広場を兼ね備えた公園、お手洗いの方もついているんですね。明和公園を抜けて
再び南の方へと向かっていくんですが、向かって左手に業務スーパーが見えてきて、そして右手が24時間のフィットネスジムなんでしょうかね、その施設の間の道路を通ってきます。そこから左へと曲がって明和小学校前交差点へ向かって、北東側に明和小学校があり、信号を越えた東側に明和歩道橋がかかっています。明和小学校前交差点を過ぎて、尼崎市は小浜町に入っているんですが、南の方へと向かいます。そうするとかぐや姫が左右に飾られている電灯が見えていくんですが、こちらが小浜商店街になります。さらに南の方に進んでいくと、東側にファミリーマートの小浜商店があるんですが、向かって西側が兵庫県営小浜高層住宅9階建ての建物になります。左に曲がって一旦大きな道路へと出たんですが、すぐさま右の方へと曲がってコミュニティ道路へ。右手の方には西側明月公園が見えてきて、東側に遊具類が揃っている広場、そして西の方に行くと多目的広場になります。そしてその先に目を向けると、今快速電車が通過してきたんですが、 JR 神戸線が近づいてきて、まもなく左の方へと曲がります。 JR 神戸線に差し掛かる手前で左の方へ東向きに変えたんですが、兵庫県営小浜高層住宅が JR 神戸線に差し掛かる手前で左の方へ東向きに変えたんですが、南側が兵庫県営小浜高層住宅になっていて、そして向かいに3という文字、3階建て、こちらが尼崎市営住宅小浜第3団地になります。そしてこの付近に来ると電車の音が大きくなっていくんですが、まもなく JR 宝塚線の鉄橋も見えてきて、 JR 尼崎駅の周辺に今電車が通っているのが見えると思うんですけれども、徐々に近づいてきていることになります。一般道の高架下に差し掛かってきたんですが、ちょうど今普通電車が満員状態で通過していって、その高架下には地下道があって、北から南へ阪神山ヶ崎方面へ行くことができます。この辺りは本当に電灯が数少なく、暗闇の中であれば本当に危ないというところなんですが、ここで JR 宝塚線の鉄橋をくぐってきます。鉄橋をくぐっていって、その鉄橋を右に見る形で進んでいきながら塩浜の方へ、ちょうど今4両編成223系6000番台の普通電車が通ってきたところで、その鉄橋のジョイントーンもかなり大きく超えてきます。この辺り電灯の方が明るくなり出してきているんですが、塩井5丁目の方へと差し掛かってきて、信号を越えてくると塩井緑道公園になります。今は塩井5丁目南の交差点、ここも信号を渡らずに右へ曲がっていくんですが、すぐさま左へ曲がってきます。そして右手に地下道が見えてきて、尼崎始発の普通電車が待機しているというところで、 JR 尼崎駅北口へと向かうんですが、まだ左での緩やかなカーブが続いています。JR 尼崎駅北 NK ビルの向かって西側にあたるエレベーターで3階の方へと上がり、テラス式の歩道橋を東に向かいながら JR 尼崎駅北口へ向かいます。
JR 尼崎駅に着きました。今回は阪急塚口駅南口から山間通りを通って行って、まあ、明け方前だったんですけれども JR 尼崎駅まで時間にして59分38秒距離にして 4.31 キロ、5970歩の416キロからです。今回山間通りの方を通っていて、まあ、南側へと進んでいたんですが、まあ、JR 宝塚線を通らずにですね進んでいたわけなんですけれども、まあ、それでも距離の方が 4.3 キロというところで、久々に、まあ、今回初めて尼崎の夜明け前を歩いたんですけれども、まあ、明るい日に歩いてた方がもっと紹介できればよかったなというふうに、まあ、ちょっと後悔しながらだったんですけれども、まあ、その点はご了承いただきたいというふうに思います。ということで今回の動画はこちらまでとなります。ご覧いただきありがとうございました。